よし、次はカズの。もうタイミング分かった。マルコンさんみたいにステータスが上がる、上がる上がる、確か上がったはずよ。今度は勝つよ。腹立った。キックオフ試合開始です。いやもう突っ切るからな。いやいいんだけど、イベントがイベント早すぎだろ。翼のスピード、ペイントに反応する。あの MC 用が限界なのかよ。 MC 用、 MC 用、努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ。うん、翼よ、つもりじゃダメだ。抜けるもんなら抜いてみろ。みんなからできても抜いてみせる。抜く。ポジション無視しすぎだよ、わら。あ、そういうこと、場所的に全部抜くぞ。救済措置だ。これ原作だとどうなんだろう。2回バットスマッシュ、スマッシュって書いてあるのかな。1回で負けた。あー、なんで惜しかったな。まだいけるな、これ。あらゆる方向を止めに来ていた。当然さ、逃げ道なんてないんだからな。そういうイベントなのかな。なんか翼がなんか腐った。奇跡いける、お前ならいける。あー、タイミングわかんねえんだよ、タイミングわかんない。鳥かご、伊沢ならいける。嘘、敵のレベルが上がった。え、どういうこと。お前はライン側の貴公子だから任せるわ。ハハ、滝くんの信用、信頼感。おい、マジか、そんな。和骨です。こうやって見ると立体化しがいのない絵柄だな。おい、なんか戦いだ。よし、おい、いける。よし、おー、よしじゃねえ、よしじゃねえ。お前翼を怒らせたな。よっしゃ、体力なかったな今。貫き殺してやる。ゲッ、あ、違う、だからわかんねえんだって、タイミングが。余計な演出多すぎなんだって。ナイス、伊沢ならいけ、いける。伊沢、じゃあセンタリング行こうか。よーし、ちょっとダメかな、場所が。ああ、そこで飛んで大丈夫なんだろうか。あ、これ使えないんだ今。ガッツが足んない、マジで。絶対貫く。よしよしよし、よくないかな。そうかな、ジーコサッカーよりはだいぶいい。おお、630残ったぞ。あー、入った入った入った。いやー、入ったんだけど、急に入った、入ったよ。これ分かった。やっぱちょっと、やっぱ数字が高くなきゃ入んねえよ。やっぱりキーパーの名前の下の方に移動じゃないとしょうがない。あー、そういうことか。そのポイントがあれなの、基準なのか。600ぐらいじゃなかった、あいつ。はい、滝くんこんなとこいんの。ここはちょっと、そうです。あ、あー、体力ない。いやー、キャラ性のキャラ差がでかい。早く動いてよ。早く、何してんのお前たち。キャラ性能が弱すぎたよ。グッドグッドグッド、オッケー。これなら止められるし。いや、嘘、おお、減った減った。おい、ナイス。おお前マジか、お前マジか、やりよる。センタリングじゃん。コーナーキック来た。あ、コーナーキックじゃないのか。おい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 、危険危険。800になってるぞ、新田が。ねえ、やっちゃった。やっちゃった。460、580あるよ。危ない、やっぱ数字大事だね。
だから780あタイミングいつ悪くないよ悪くないよあおおつくさ地獄が続きすぎないナイスぶち破ったナイスだぜいいね滝くんじゃない滝くんじゃないこれ誰あ滝くんオッケーオッケーいけいけいけ滝くんならいけるキスギくんかなよしそうでしょメリサクくんの家に入ってしまう勝てるよし勝った翼のキャラ性能もういい行ってみようマジかよよしでも1600か580うんもうダメだ楽々キャッチはいあれだってキャプツバファミコン版のキャプツバのパクリでしょなんだっけあれなんかスポーツ球技だようまく味方に渡るか佐々木青伊沢ならいけるよしそうブリッツボールかラグボールじゃないちょっと待ってねよっしゃよよよなるほど体力的には五分だったね体力キスギから伊沢じゃないタキに渡してでタキが数字的においけど数字的に不利だとまだ早いかなまだ早いかなでもタキくんちょっと体力ない体力ないな何あの髪型自由だからよしいいじゃない意地でも入れる四角三角はい早い負けたかタイミングわかんねえなキスギいるかないやいや違う誰だっけこの人中野あー一つもいかなかったタイミングむずいなまだむずいいけるよっしゃそうシュートお前あ、ちょっと待ってキスギ君体力なくなっちゃったな怖いな体力ないね。ハキ君シフトあ伊沢君がいた。頼むぞお前。わあタキ君出しちゃったじゃん。もうじゃあセンタリング出そうか。あーこれ疲れるなこのゲーム。じゃあキスギディア。よしあダメか。体力こっちです。マジか。キーパー抜いちゃってもいいのかなるほど負けたよねキャラ戦あれなんか放送止まったもう、ね、まさかのあ普通だあ意外弱いそうなのロベルト何キーパーを抜くんじゃないっすよこれは任せたやるここまで出させるぜああ落ちた落ちたよさすがに無理だったちょっと要求が厳しかったわやりよるよし体力ってどこだっけ？そのまま開いてゴールを突っ込む的なことやったことがあって怒られたの伊沢ならいけるはずだやる滝くんがそれやったらロベルトかサッカーなのにも手を怒られてた気分がサッカーなのにもサッカーなめんな舐めんな言われたの
なんでだよ、舐めてたの。実際舐めてる感あったの、舐めプだったのかなり。なんかマークついてる。820。タイミング分かんない。いったけど数字2009。そうなんだ、原作がか。姉貴でも全部最後まで見せたな。はあ、いいね、いいよいいよいいよ。誰だ、奇跡がな、まるまるはてな。いいね、これな、無理か。キーパーの数字下がってるけど、ああ行ったか、これ行ったか、動けないゲーム。よっしゃ来た、これこれ来た、動けない。あれ今回強いよ、やっぱタイミング、タイミングだ。うん、あーそういうことね。ちょっとサッカー詳しくなっちゃダメじゃん、それ作者。こっから取り囲ってどういうこと。いや、うん、いいよいいよいいよ、悪くないよ、全然悪くない。俺にくれなくてもいいよまだ。あーでも翼なんか全開してるんだけど、なんで。タキ君とじゃあキスギ君でやってもらおうか。センタリングを上げて、いやこれ抜こう。こっちは格上、まだだ。じゃあちょっと任せようか、もう。やりよるぞこれは、ランニングいくぞこれ。よし、これでもちょっと無理っぽいね。モチベが速度とか、そういうことか。だから体力回復、ガッツなんだな、あれ体力で。いける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 。長野か、砕いてしまえ。よっしゃ切った。長野ちょっといいとこ見せてほしい。キスギがどこだ今、いいとこいるじゃん。はい、三角三角のハト。おい、いいよいいよ。数字は あんまり高くない。え、なだれ式でシュート、どうなんだろうね。体力減ってんのかな。あ、よしいいよいいよ、いいとこに誰かいる。誰だあれ、伊沢か、伊沢だ。伊沢のシュートも見たい。あー、ただのシュート行ってみようか。でも誰か来たの今、三角バツ、ハテナ三角バツ。終わったけど今そんな、あ、155か。キーパーどんどん弱ってるよ、キーパーどんどん弱ってるよ。330だよ。こぼれた、そこにいるのが奇跡かな。うん、あ、やべ、体力的にもう負けてたわ。もう、いや、いないよいないよいないよ。だろ、ちょっと誰も取れない。いや、格が下がった。あ、違う違う、嘘でしょ、5分ぐらいじゃなかったよ。誰もいないよ、もう翼くん戻るのこれ。そんなバカな、撃っちゃう撃っちゃう。翼くん意外と強いな。タイミングいつ、タイミングいつ止めてやる。こうなったらいいじゃん、割ったよ、割ったぞ割ったぞ、はやぶさ割ったぞ。翼くんなんてもうあんま戻ってもなと思って、やべえ、はやぶさが砕けた。いい感じだぞこれ。よし、ジャスト、ほんと格上だけど、俺も受けてやるぞ。タイミングいつだか分かんないんだけど、格上。あ、負けた、あー2回しくったー。先輩の時代は終わったんですよ。また次逆、新田には勝てない。あ、奇跡だった。よし、奇跡割っていく。2K も勝手に行け、翼を気にすんな、お前ならいける。ちょっと課題評価だったかな、スマッシュ出たけど、ちょっとキャラ負けしてた。
いける。伊沢いける。伊沢いけるよ。何？あー惜しい。パス。滝くんこんなとこにいるの？高杉くん、パスを回す。マジか。格が高い。よし勝った。よし一気に抜き去る。ここは他の選手に任せます。俺かな？俺かなこれ。悪い。誰か来たこれ。待て。行け。来すぎ前にいるのかなこれ。誰かいるな。あ、いた。来すぎしかいないか。とりあえず、とりあえず。赤い玉に合わせる。三角出発。よし。155か。削っていこう。なあクリティカル出たぞ。クリティカル。いやー取られちゃったが。来すぎでダメだったらしょうがない。それ。よしいいね。勝った。かわいそうに。キーパー抜けるかなこれ。キーパー抜けるのかなマジで。あーとか体力なかった。あー体力ねー。ガッツが足りなかった。そもそもの翼が死んでいる。小田割れたー。小田も体力なかった。キャラ差が。ハヤブサかな。ノートラック。あーハヤブサだ。強っ。中里頑張った。よっしゃ来たこれ。止めたキャッチだぞ。止めた。やったね。やるなあいつ。使えた。石崎ちょっと走ろう。あ走んなかった。そっち戻しちゃうのダメだ。だったらこっちに行こうよ。パス、あれは通るか。岩見くん、ここはパスを出した。はい。ちょっと場所悪いな。やばい。何が？ファイブスシュート？翼は見ている、見ている。遠い。ほう。あー、ちょっと勝てなかったな。はやぶさシュートって言ってるだけってこと？ただのシュートにちょっと拍をつけるため。弱い。まるまるまるとか関係あるのかな？止めた？見てなかった。ちょっとごめんな。更新。ちょっとなんかラグイとかあったら言ってください。それ。そっち。何？どうなるのこれ、どうなるの。よし、ナイス。お前ならいける。よし、終わった。滝走れ。走り込め。集中戦。真ん中、俺は真ん中に行く。ほい。翼オッケー。翼は何でも減ってねえじゃん。タキ君体力ないよ。あー体力なし。タイミングがダメだ。ナイスすぎる。ギリギリ勝ったわ。キャラ負けしてたけど。長野近っ。もう一枚も。これはオフサイドです。キャプツバにオフサイドがあったの忘れてた。そうだわ。ナイス。よし。ナイス。しっかり忘れてたよ。翼に来たよ。もう分かった。いや俺でもこれ。
よー、勝った。よっしゃ、パスだ、パスしたかった。一撃でガッツが心が砕かれた。いないのそこ、いないのそれ、なんで、何やってんのお前たち、何なんだよマジで、そこ何なんだよ、なんでリッターを、おかしいじゃねえかよ。ボタン、相手と同じボタンを、あ、これ分かった、ごめんごめん、シュートしてる時に相手がボタンを押してんだね、これそのボタンと同じボタンを押せばなんかいいのか、すっかり忘れて、そんな相手が押してるボタンっていうのがあるんだね、シュート時に気づかなかった、全然なんで、あ、勝った、まさかの勝ったんだけど、体力ねえな。森崎がやめた、うん、横に出した、勝てる勝てる、滝は大丈夫、飛行士だから、どっち、どっちに攻めてんの俺たち。やべ、翼が迷った、翼がおかしくなった。ちょっと待って、俺何もやってないぞ、格の違い見せつけてったんだけど、キスギがいれば大丈夫、とりあえず削ろう、いける、罰資格ね、あ、間違えちゃった、ボタン、ボタン間違えたけど勝った、絶対ダメだよ、 QBK ってなった、よし、これをこぼれたところをまた奇跡が、伊沢くんだよ、よし勝った、伊沢のキャラ、キャラ力、これは通るか、いった、嘘。まさかの、ちょっとこれ見たい、丸なんたら三角、何なんだろうね、三角さん、いる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 、長野君、よっしゃー、地味な顔して意外と使える、ここはもう翼に元気めっちゃ余ってる、ジャンピングボレーだ、ボレーです。丸三角なんたら、いいんじゃない、おー、なになになに、誰かついた、パチスロかよ、いやー、なにこれ、数字的にはどうなの、よし、あー、センタリング580か、キーパー全然削れてねえね。これなんで鍵閉まってくんだろう、秘密なのか、ダメだ、当たってればなんか一番あの虹色みたいになるわけで、割られたわ、あかんわー、あかんわー、誰かいるはず、うん、いやこれいねえな、いた、惜しい、頑張ったよ、頑張った、削ったよ、もう随分削ったよ、これ次勝てる、おい、おー、負けた、キャラ力、キャラ補正に負けた、ナイス、 いや誰だ、伊沢、伊沢じゃねえや、誰だっけ、ちょっと待って、シュートかよ、しかも結構強いし、次、おー、いい仕事した、俺見てなかったな、相手がどういうボタンで打ったのか、それ見てなきゃダメだ、シュートの時は絶対ボタンを見る、投げてこいよ、あ、どんだけ吹っ飛んだって突っ込みはなし、あー、まあまあ、ちょっと失敗したね、イベント入っちゃった、イベントだから入るのか、入った、勝ったのか、まだこれ前半だっけ、あ、いや後半だよ、
いやでもちょっとシステム分かってきたら勝てるようになってくる、なってくるの。レベルアップはゲーム中に起こるのですか。そんなバカな、あんなロングパスをノートラップで、しかもロングシュートで打ち込むなんて。しかしあれ以外得点はできなかっただろう。あれ以外得点できなかった。何のことだ。もう3点目だよ。ダメだった。ちょっとみんな止めようじゃん。どうも丸四角×丸四角×うん丸四角×あれ間違えた合ってた。あと2分、放送7時半まであるよ。あ、そういうことか。このゲームの中の試合か。もう入れちゃおう。ああ、骨折れる。キャラさすぎる。あと何分？あ、もう時間ねえじゃん。シュートって言おうぜ。四角、バツなんたらバツ。バレるの早いけど。最後間違った。貫いた。780は無理だろ。はい、ロスタイム。ロスタイムそんな長いの。もう一回ハヤブサ打って終わりかな。お、何か動いている。はやぶさ来た。バット三角丸。うわ、すげえ強い。あ、あれ俺間違ってね。俺間違ってね。1点これ。あ、1点入ったんだけど。ロスタイムに1点許した。あ、何してんだ。いやまあいっか。まだ続くんかい。キックオフタイムアップ。ここで無情にも試合終了の笛が。そうだな。全国中学生サッカー大会静岡県大会優勝。ああ結構でかい大会だ。連続で南葛中学に決まりました。結構でかい大会だった。静岡県大会を制し全国大会出場を決めました。そうなんだ。記念シュート。こんな可愛い声だったっけ。こんな声じゃないよ。はぁ、あ、ではこれから閉会式に移りますが、その前にキャプテンの大空翼くんに話を聞いてみましょう。でもこれずっとどの試合でもこれでしょ。この試合俺は1試合でなんか堪能した。でもこの試合で決めたぜ。これからは俺の目標は翼先輩あんたに追いつき追い越すことだ。先輩なんだな、後輩なんだ。これから全国大会に挑むわけですが、今一番対戦してみたい選手はいますか。お、対戦してみたい選手ですか。今一番戦ってみたい選手は美咲太郎君です。美咲はいないんだ。もう小学生の時にいなくなったもん。小学生時代翼君のパートナーとしてフィレンツェ第三小学校中学校。しかし僕、美咲太郎っていう別冊の漫画があるよ。はぁ、そうなの。に限ってそんなことはありません。今でもきっとどこかでサッカーを続けている。情報ないんだな。きっとあ、一個したの。いや一番対戦してみたい相手が美咲だ。全国大会にはこのヒューが小次郎様がいるということを黒いよ思い知らせてやるぜ翼よ。黒いたけし、たけしぞ。こっそりたけしいたわ。裏の中学優勝。団結力の全員サッカーで北海道を完全制覇です。今年こそね、シャワーみたいな。シャワーじゃねえ、ブライト北海道に持ち帰ってきてほしいものです。秋田だったの、橘兄弟って。
こそ全国大会は俺たちがいただくぜ。こうキャラ濃いわ。東一中カミソリシュート、全国大会の切符を手中に収めました。そうだくんだっけ。よっしゃ、声声ちょっと、おー、何何、東京なの。両チームキャプテン同士の対決そうなの。ああ、心臓、ああ、これはどうした。美杉くんが倒れた。影が四角いな。何、どうした、どうした、肘打つ、肘アピールしてんのか。反則アピール。ゲートの貴公子美杉くんの活躍で1点差まで追いついた武蔵中学でしたが、勝利を手にしたのは3年連続全国大会出場になる東邦学園です。はあ、変わったな小次郎。何、え、これで酒飲みのっちゃん、そんな顔じゃねえ。美杉に恩情をかけるとは、あ、ずいぶん優しくなったのね今のお前は牙の抜け落ちた檻中の子ら大空翼に手が届かなくなるのは時間の問題よあったわしは今とも言え沖縄でサッカースクールを開き、コーチをしている。あいつか。大空翼に負け続けたくなければいつでも訪ねてこい。波に向かって蹴ってたのは沖縄だったの。あれ日本海だと思ってた。